とあるパブのハッピーアワー味の掲示サイン、生ビールを一杯頼むと、もう一杯無料。一つ買うともう一つ無料は、販売促進の手法である。二つで一つ分とも言う。エコノミストのアレックスタバロックは、原価2ドルのピザを1枚あたり10ドルで販売する、モデルを使って、一つ買うともう一つ無料は、商品二つを同時に売り付けることで利益を増大させていると指摘し、 純粋な半額とは異なることを指摘している。また、フォナンシャルプランナーの花輪洋子は、こうしたキャンペーンを展開することで、知り合いを連れた来店、購入が増え、広告の役割を果たす点を指摘している。起業家で世界の数十カ国を訪れたことのある、大田英機は、教育レベルの高くない国においては、オフという表現では、 値引き後の値段を即座に計算できない顧客が少なくないことを挙げ、簡潔に値引きの額を示す公用があるのではないかと示している。英語圏では、Buy One、Get One Free の当時後に由来する母語符が使われることもある。イギリスでは食品ロスをめぐる懸念から、二つで一つ分の宣伝が批判されてきた。食品には、賞味期限、 消費期限の短いものがあり、こうした食品は消費者が期限までに消費しきれない可能性が高いためである。スーパーマーケットは、一つ買うともう一つ無料の宣伝によって、肥満率の増加に寄与してしまっていると、非難されている。2012年、イーストアングリア大学のノーリッチビジネススクールは、一つ買うともう一つ無料の対象となっている食品を調査した。その結果、 こうした宣伝の対象となる食品はチョコレート、菓子、ソフトドリンクなどの健康的でない食品が多いことが分かった。2014年、保健省は業界に対して責任ある取引の発展を奨励し、二つで一つ分の広告の禁止を検討した。2020年7月、ボリス・ジョンソン首相は、肥満が新型コロナウイルス感染症の重症化リスクを 高めるという研究報告と自身も肥満が器用因子となり新型コロナウイルス感染症にかかり集中治療室で治療を受けるほど重症化した苦い経験からジャンクフードに対する広告規制を実施すると表明したその広告規制の中にはジャンクフードに対する一つ買うともう一つ無料広告の禁止も含まれている日本においては 一つ買うともう一つ無料の宣伝は一般的でないが例がないわけではない。ドミノピザが持ち帰りについて2012年から倍1ゲット1フリーキャンペーンを展開していた。このキャンペーンは新型コロナウイルス感染症の影響により自宅での飲食が増えた一方で2枚も食べられないという単身者世帯の不満を解決する観点から1枚から 半額キャンペーンへと消化し、従来のバイ1ゲット1フリーは2020年6月14日で終了した。ウーバーイーツでは2020年6月29日から7月12日の期間、特定店舗の特定商品に対して一つ頼むともう一つ無料キャンペーンを展開した。このキャンペーンが適用される店舗として、マクドナルド、ケンタッキーフライドチキン、バーガーキング、 ロッテリア、クリスピークリームドーナツなどがあった。日本においてこうした販売促進を行う上で問題となるのが、不当景品類及び不当表示防止法である。この点、景品類等の指定の告示の運用基準についてによれば、取引通年上だ等と認められる基準に従い、ある商品または、エキムの購入者に対し、同じ対価で、 それと同一の商品または駅務を付加して提供することについては正常な召喚集に照らして値引きと認められる経済上の利益であるとみなされしたがって景品類に関する規制を受けないシンガポールでは一つ買うともう一つ無料をワンフォーワンと呼んでおりこのワンフォーワンが多岐にわたって利用されている花は陽子が指摘するところによればシンガポールではマスメディアが それほど発展していないため、ワン・フォー・ワンによる口コミ的販売促進手法が有効に働くのだという。冒頭部分で挙げた公用に加えて、アメリカ合衆国では、プライスアジャストメントという独特の召喚集の影響もある。これは、購入後一定期間内に商品が値引きされた際、商品の購入を証明することで、購入時価格と、 値引き後価格の差額を返金してもらえるというものである。こうした、消臭感があるため、値引きの形を取ると返金対応に追われるところ、一つ買うともう一つ無料を用いることで、販売価格そのものを変えることなく、実質的に値引きでき、プライスアジャストメントを回避することができる。小売業者は、様々な販売促進手法を駆使して、売り上げを増加させ、 新しい顧客を誘引し、従来の顧客を維持しようとしている。一部の国では、一つ買うともう一つ無料の広告を打ち出す前に、一定期間その価格で商品を販売することを求める法令が存在する。購入点数や割引率を変更した、類似の販売促進手法として以下がある。ありがとうございます。